皆さんこんにちは、こんばんは、ジャズギタリストの加藤泉です。はい、今日はね、前回の続きという感じでね、前回はフレーズを図形として覚えるということで、ダイアトニック編をねやってたんだけど、今日はそれの続編ね、ダイアトニック編2という感じでね、お送りします。はい、それで、前回はね、キーは C なんだけれども、トニックのコードね、C メジャー7。うんそして、それに対して、代理コードにあたる Em7 とね3度 -7 でね、それから6度 -7 の Am7 ね、それらのコードに対するね使えるフレーズというのをね、図形というか形で覚えていこうみたいな感じでね、やってみたんだけれども、今日お送りするのは、Dm72度 -7 でね、それからそれに対して代理コードにあたるね F メジャー74度のコードでね、はい、それからねさらに、7度のコードの Bm7 というコードがあるけれども、これもね使いようによっては使えるという感じがあるので、それも、ついでにねやってしまおうという感じなんだけれども、ただ中にはねBm7 のところにカッコしてあるのがあるんだけども、その場合はねちょっと注意が必要なのね、なんで注意が必要かっていうと、表拍でねアボイドノートである、C の音がね、出てきちゃってるんでね、アボイドノートっていうのは、元のコードを阻害してしまう音なんでね、だから例えば Bm7 だとねこういったコードだけど、それに対して、ここのドの音ね B のルートの音から見て、半音上になるわけだからね、完全にコードを阻害してしまう音なんで、表拍には来てはあんまり良くないんでね、裏拍で使う分にはね全然大丈夫なんだけども。ちょっと表だとね、目立ってしまうんでね、それでそれがね注意が必要なのは、3個目の、フレーズと4個目のフレーズ、それから、6個目7個目がねちょっとね、注意が必要なんで、その都度ねちょっと、注意点を、ちょっとね加えていきたいなと思ってます。はい、それじゃあね、まず1個目ね、いってみるね。はい、これはもうね、分散的なね。Dm7 もしくは Fm7 のね、この形の通りになぞってる感じでね、こういうね Fm7 のコード、はい、これも一応ねここが裏拍に来てるんでね、さっき言った、Bm7 フラット5を阻害してしまう、アボイドノートが、裏拍に来てるんで1拍2拍2拍の裏でね、だからこれはそんなに目立たないからね、このまま使えるっていう感じね。はい、それでは2つ目ねやってみるね。はい、これもねBm7 に対するねアボイドノートである C の音がね1拍目の裏に来てるから、これも使えるっていうことね。はい、それでは、3個目、これはね、アボイドノートが4個目と7個目に来ているんだけれども、4個目の場合は1拍2拍の裏だからね大丈夫なんだけど、次のこの7個目の音がね頭に来ちゃってんでね、拍数のね頭に来てしまってるんで、これをなくすか、もしくは C の半音ね、下の Bm7 フラット5のルートの音に持っていくという 手もあるんだけどね、まず、この通りにねやってみるね。この通りだったら、Dm7 F メジャー7このまま使えるんでね。はい、それではね、Bm7 フラット5にはどうかっていうと、例えばこの4つ目の音はね、アボイドの音が裏拍に来てるんで大丈夫なんで、まずこの7個目の音を弾かないでいきなり、8番目に行くって言ってね、こういうふうに弾くか、それとも、7個目の音を C の音に、変えちゃうのね。こんな感じになるね。ちょっとニュアンスはね変わるけれども、まあ、この音を7個目の音をやめてなくしてしまうか、それとも、C の音に移動すれば Bm7 フラット5でも、使えるという感じね。はい、それじゃあ、今度は4個目いってみるね。それでは、Bm7 フラット5の場合やね、こういうふうにするか。今はね、アボイドの音をなくしちゃった状態ね。今度は C の音に音を変えてみる。こういうふうになるね。はい。それでは今度、5個目のフレーズだね。これはもうねそのままね、Bm7 フラット5でも使えるという感じになってるんで、ね、はい、ね、これはこのまま使えるね。はい、それでは今度、6個目だよね。それでね、これは Dm7、Fm7 そのまま使えるけれども、一番初めの音がね、これ高いドの音が入っちゃったからね、C の音。だから、Bm7 に対してはアボイドの音になってしまうので、これを外してね、これでもいいし、もしくはこの音を C の音に変えてしまう。ちょっとなんか、日本的な感じがねちょっとするよね、これだとね。はい、それでは今度は7個目だね。7個目もねまた Bm7 フラット5では注意が必要なので、必要なんだけれども、まずそのままね弾いてみるね。それでこれもね、3個目にね、アボイドの音が来ちゃってるね。 Bm7 のアボイドの音がね来ちゃってるんで、まずこれをなんとかしなきゃいけない。それから、また7個目もねこれ来ちゃってるんでね、だからまあ結局、偶数番号ではなくて奇数番号にねアボイドノートが来た場合には、まあ表拍っていうことだからね、だからこの場合はまずなくしちゃうことを考えると、これだとちょっとなんかフレーズっぽくなくなっちゃうね。だからなくすのはちょっとやめといて、このシの音にすると。こんな感じになるね。ちょっとなんかモード的な感じにね聞こえちゃうけども、うん、これは、7個目のフレーズはちょっとね、アレンジがちょっと難しいかもしれないけれどもね、まあでも Dm7 と Fm7 にはそのまま使えるんでね、活用してほしいなと思います。はい、それじゃあね、最後のね8つ目やってみるね。これはこのままね、どのコードも使えるんで。今日はね、2度マイナー7の d マイナー7と、それに対する、代理コードの F メジャー7、それからね b マイナー7フラット5ね、7度のコードだけど、それに対しても、使えるフレーズがあったんで、どの音がね、C の音が、表拍に来なければ使えるよということでね、説明してみました。はい、それではね、今日はダイアトニックコードね、前回と、に引き続きダイアトニック編ということでね、ダイアトニック内にある、コードをね、やってきたんだけれども、次回は今度はね、いよいよねドミナントセブンスについてね、やっていきたいと思います。はい、それでは、今日はこの辺にしますね。うん、もしいいねと思われたらね、いいねボタン押してほしいし、あと、なんだっけ、チャンネル登録ね、まだの人がもしいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今日はこの辺でね、それではね、またね。